안녕하세요안녕하세요사라です바다です、はい、ハングルを作った方はセジョンテワンそうですセジョンテワンセジョン王じゃなくてセジョン大王ですよね、はい、そうそうなんか偉大な人物を大王と呼び方をするんですけれども、ねはいハングル・フンミン・ジョンウンといってハングルを作った方で、うん、あの一番韓国で、うん、あの偉い大王と尊敬する人物で銅像とかありましたよねあそうですねソウルの、うん、ソウルのところにそうです、ねはい、ソウルの正常大王の銅が像がありますねまず正常という人物は勉強が素晴らしくできた人ですよね、うんうん、勉強とあの読書、うん、本を読むのが大好きだった人物で、うん、もうお父さんがもう本はもうやめてって読まないと言ってもこっそり読むぐらい大好きで、うん、あの将軍ですよね将軍、うん、ハングルはもう本当に国民のために、うん、中国から漢字を、はい漢字がちょっとあってきて漢字を勉強したんですよね、はい、で、洋版とか上のあの人たちはもう自分で漢字を書いたりとかして、うん、字とかで紙で、はい、と練習して覚えることできるんですけどもう庶民は字もその時代すごい高くて、うん、洋版しか、ね、手に入れなかった時代だったので、うん、で、国民はもう漢字も並ぶこともできなかったで自分たちの言葉はあったんですけど漢字で表すのもできなくてで世宗大王がそれを悲しく思ってよりよく国民のために伝える私たちの国の言葉を作ろうって言ってて本当に長い間あの考えてあのいろんな歴史学者たちを、ね、あの集めて、ね、あのハングルという言葉を作ったんです、はい、ユネスコにもあの登録されてるんですけど、うん、ハングル語はあの人唯一、はい、人が作られた言葉で、うん、あの表記されているのが唯一ハングル語だけなんです、本当にないものから作るということはすごい難しかったのでやっぱり言葉で喋ることなので、うん、口を見て、うんハングルを作ったんです。舌がどのように動くか、うーん口がどのように開くか、うん、閉じるか、うん、でそれを見てあの字を形を作ったんです。じゃあその口の形がどうなってるかを分かるとハングルの文字を見ながらきちっとした口の形で話せるっていう感じですか？そうですはっきり口とあの舌の動きをはっきりすればすごい綺麗に発音もできるし、あの聞こえるし、じゃあそれ文字を見ればどんな口の形かっていうのが分かるってことですか？そうです。その名字を見るんじゃなくて、この名字は舌を曲げるんだとか伸ばすんだとか、はい、それがその舌をしっかりすればその発音が出るんです。例えばリエルとかの発音するったら、リエルってあのこの舌が点あのあのはあの口の天井の上につけないと、うん、リエルという発音ができないんです、うん、なので言葉一つ一つの時舌の動きを見て、うん、その動きであのハングルの形を作ったと言っても、うん、でもその舌がそれもあるんで、ね、舌がここにつくあの口の前につくか、うん、あと舌がここ喉の奥をこうやって閉じ込むか引っ張るかといったら、うんうん、引っ張るように形記憶とかこのように記憶とか匂いとか もう本当に目的は本当に私たちの国民、はい、国民のためにハングルを作ったってですね。もう祖孫時代はもうあのその時代はあの外部の国から圧迫もいっぱいされているので、言葉だけでも私たちの言葉を持ちましょうというその
気持ちが強かったと思います。世宗大王は、はい、あのハングル以外にも、あの火時計とか水時計も、あの作って、あの世宗大王音楽美術子供のからすごいよくできたので、音楽のところもすごいあの文化を活性化してて、でそれで幅広く本当にあの全分野で力を入れて、あの政治をやってた王ですよね。なのでただ世宗大王が韓国語ハングルを作っただけで大王じゃなくて、庶民の世界に全般的に全部関わって、あの国民を安定させた王だったので、もう世宗大王、歴史的に大王を名前をつける大王ってそんなに多いじゃないので、世宗大王と今まで呼ばれるのは尊敬される人物ですね。日本もあの中国から来た漢字を使ってましたよね。ひらがなは漢字を崩して作ってるんですよね。そうです。で韓国でも漢字は残ってたんです、ずっと。はい、でもあるあの 何十年前かな、10年15年前から漢字が、前は新聞にも漢字が出てたんです。今新聞に漢字がなくなってる、全部ハングルに、もうはい、と言って売り前、私たちの言葉を使いましょうと言ってて、漢字がどんどんちょっとなくなってる感じなんですけど、名前には漢字を使ったりしますよね。そうです、昔は漢字語で名前を作ったので、あの全部漢字があります。 それでだんだん現代に来て、私たちの言葉だけの名前を作ろうと言ってて、漢字がない言葉もあります。あの名前があるんですね。そうです、漢字がない名前があって、で漢字で表現できない名前も結構あって、そのままあの登録、住民登録したりとかしてるので、ですね。それで今現代あの韓国 の世宗大王の1万円札になってます。世宗大王がハングルを作って、ハングル日を記念するべきと言ってて、祝日日を10月9日で決め、法律的に決められて、この日は祝日で休みです、あの国立博物館、ソウルにもあるし、あと世宗大王を記念する日は、あの경기도여주にある세종大王陵대왕릉というところ、和歌のところに見に行ったりとかよく行くんですね。じゃあ学校の時も必ず習う？もう小学校からあのカングルを習うじゃないですか。その時誰が作ったから習うんですね。そうですね、ハングルを習う前に誰が作った、この人物はどんな人物か、でそれつながりを見ると、その上のお父さんおじいちゃんのとまた業績とか、どのように朝鮮という国を建てたか、これもっと面白いし興味心身になると思います。そうです、世宗大王はどんな人物か、どんな韓国に影響されたか、ちょっと皆さんにご紹介 しました。오늘도좋은하루보내세요안녕